七クマ。ここが今日から俺が通う高校か。俺は川地実、入学したての高校1年生。高校受験で失敗してしまって、この熊第七高校に入学したのだが、では入学して最初のホームルームということで、自己紹介いっちゃおうか。イエーイ。はいはい、私豊田愛だよ。ラブって呼んでね。イエーイラブ。次は俺、清田のりたかだけど、清でオッケーだから。おい、誰だよ、キモっつったの。清だって。あ、今度ライブやるから来てくれよな。行く行く。どうしよう、みんなのノリについていける気が全くしない。熊第七高校は自由な校風で人気の高校なのだが、俺と来たらこんな外見だし、おしゃれとか流行とかは全然わからない。どうしよう、何を話せばいいんだ。次、川地だぞ。はい、川地実です。よろしく。よろしくね。身内である実の姉からジミーと呼ばれている俺が、こんなノリのいい校風についていけるはずもなく、教室の隅でおとなしくしていようと初日に決心したのだった。幸いなことに席は教室の一番端。ここでじっとしていればみんなのノリに水を差すこともないだろうと思っていたんだけど。川地くん。はい。私と一緒に。学食行かない？あ、いや、俺弁当なんで。あ、ちょっと。どうして豊田さんが俺なんかに声をかけたんだ？何か気に障ることしちゃったのかな？びっくりしすぎて教室を飛び出しちゃったよ。ごちそうさまでした。はあ、教室に戻るの気が重いな。あ、川地くん見つけた。豊田さん、こんなところにどうして？さっき先生が探してたよ。なんだろう。委員会がなんとかって言ってたけど。ああ、そのことか。ありがとうございます。敬語じゃなくていいのに。怒ってるわけじゃなさそうだな。人懐っこそうな子だし、たまたま俺に声をかけてくれただけだったのか。あのさ、川地くんってさ、暗いよね。地味っていうかさ、見てるとこっちのテンションまで下がるんだよね。もうちょっとどうにかならないの？ごめんなさい。俺先生のところ行かないと。あ、ちょっと。二度も逃げ出してしまった。豊田さんはクラスの中心的存在で、いつも明るい笑顔でクラスメートと話している。ピンクの髪に整った顔立ちで、まるでギャル雑誌から飛び出したような女の子だ。陰キャの俺とは正反対だ。彼女がどうして俺と話したいのかわからないけど、俺には彼女を楽しませてあげられるような話題も話術もない。これだけは間違いない。よし、今日はここまで。みんな放課後も楽しんでこいよ。はーい。俺が帰り支度をしてそっと教室を後にしようとしていると、俺の前に豊田さんが立っていた。ねえ川地くん、一緒に帰ろう。なんで。あ、今日は図書館で勉強するので。そっか。ねえ、お願い、ちょっとだけでいいから話せない？私、川地くんに聞きたいことが。無理です。俺がそう言い放った瞬間、教室の中が一気にシーンとなった。やってしまった。緊張していたからとはいえ、ひどい言い方をしてしまったというのに、それでも豊田さんは笑いかけてくれた。そっか、ごめんね、しつこくして。
ちょっとみんな静かにならないでよ、はずいじゃん。ラブ、カワジ困らせるなよ。マジごめんね。あ、いや、すみません。豊田さんと清田がフォローしてくれたにもかかわらず、俺は気の利いたことを一つも言えないまま教室を後にしたのだった。あれ？ラブ休み？ああ、欠席連絡は来てないんだが。あ、私が電話してみるよ。そうか、助かるよ。ホームルーム中に電話していいんだ。本当に自由なんだな。いや、そんなことより豊田さんだ。どうしたんだろう。先生、ダメだ。全然繋がらない。ラブ、いつもはすぐに捕まるのに。だな。ラブが電話に出ないってよっぽどのことがあったんじゃね。そうか。先生もこの後もう一度連絡してみるよ。心配だな。なあ、清田に声をかけられて顔を上げるとクラスメートたちが俺を取り囲んでいた。え、これはもしかしていじめられるやつなのでは。川地、昨日のはさすがにまずかったんじゃね。え、ラブのことだよ。川地くんに無理って言われたショックで学校に来れないんじゃない。え、どうしよう。確かにあいつちょっとしつこかったけどさ、そんなに悪いやつじゃないよ。え、そうだよね。でも豊田さんってなんかキラキラしてて、話すと緊張しちゃって、俺うまく話せなくて。なんだ、嫌いなんじゃないのかよ。それならさ、話してみたら。今日休んだのは別の理由だとしても、川路が見舞いに来てくれたラブは喜ぶと思うし。そうかな。そうそう、大丈夫だって。うん、ありがとう。それから俺はクラスの女の子に住所を聞いて豊田さんの家を訪ねることにした。結局誰が電話をかけても連絡がつかなかったので、もしかしたら寝込んでいるのかもしれないと思い、向かう途中でスポーツドリンクやゼリーも買っておいた。清田はああ言っていたけど、豊田さん俺に会ってくれるかな。はーい。玄関の中から聞こえたのはいつもとは違って元気のない豊田さんの声だった。あれ、川地くん。フラフラした足取りにもかかわらず、豊田さんはやっぱり整った顔立ちをしていた。これってすっぴんだよな。それなのにこんなに目が釘付けになるってすごい。え？豊田さんって本当に可愛いんですね。え？意味不明なことを言ってしまった。すみません。俺、あら、その私、もしかして夢見てる？豊田さんはそう言って笑ったかと思うと、豊田さん玄関で倒れてしまった。俺はそんな彼女を抱き上げてリビングにあるソファーへと運んだ。勝手にお邪魔してすみません。あれ、ご家族はいらっしゃらないのか。あれ、川地くん。豊田さん、大丈夫ですか。あれ、私玄関で倒れたんです。え、あ、ごめん、今日熱があって。そうみたいですね。とりあえず水分を取りましょう。ゼリーもありますよ。わあ、ありがとう。そういえば昨日の夜から何も食べてないや。そうだったんですか。ずっと寝てたんだろうな。ご家族の方は？出張中なの。
うちパパと二人暮らしで。そうなんですか。一人で大変でしたね。あの、薬は飲みましたか？飲んでない。本当は病院行った方が良さそうだけど、今移動するのは辛いですよね。俺でよかったら買ってきましょうか？うん、多分そこの薬箱に。ああ、これですね。開けていいですか？うん。あった。じゃあゼリーを食べられるだけ食べたら薬を飲んで休みましょう。うん、ごめんね、看病させちゃって。うん、俺こそ昨日はすみませんでした。あの、俺豊田さんと話すと緊張しちゃってそっかそっか、私みたいなタイプ苦手？タイプというか、実は俺の姉がめちゃくちゃ怖くて。え、そうなの？はい。姉は俺と違って小さい頃から華やかな人だった。友達も多いし、常に流行り物を身につけていて、陰キャな俺が弟だと分かると驚かれることが多かった。姉は俺のことを地味だからジミーって呼ぶんですよ。人が気にしてることは。あのそういう存在が近くにいるんで、女の人自体がちょっと苦手なんです。だから豊田さんが悪いわけでは。そうだったんだ。はい、昨日はちゃんと話を聞かずにすみませんでしたまあ大したことじゃないんだけど。そう言うと豊田さんは小さな手を俺の前に出した。うちにはママがいないから、私は小さい頃から家事をやってたんだ。だからこんな感じで。そう言って見せてくれた彼女の爪はところどころ欠けてしまっていた。もともと弱いのかな、すぐ爪が傷んじゃうんだよね。ネイルもできなくて。そのせいか他の人の爪にすぐ目がいっちゃって。川地くん爪がすごく綺麗だから、何かしてるのかなーって気になって。あれ川地くん、どうしたの？豊田さんの話をちゃんと聞かなかった自分にがっかりしてます。元気出して。実はこの爪をやったのは姉なんです。え、そうなの？はい、うちの姉ネイリストで。ああ、なるほど。見よう見まねでよかったら俺やりましょうか？本当は本職の姉にやってもらった方がいいと思うんですけど。お姉さんに頼み事したくないんだね。すみません。ううん、超嬉しい。熱がなかったら叫んでたかも。そんなに？うん、だって綺麗なものが見えるところにあると気分が上がるじゃん。そうですね。豊田さんが嬉しそうにしてるのを見るとこっちまで楽しくなってくるもんな。よっしゃ、早く元気になるね。はい。ねえ川地くん。え？お姉さんが川地くんをジミーって呼ぶ理由聞いてみたことある？いえありませんけど。そっか、じゃあもし機会があったら聞いてみてもいいかもよ。はい。うん、じゃあまた学校でね。今日はありがとう。はい。豊田さんの家から帰宅すると姉がリビングで雑誌を読んでいた。今日は休みだったのか。姉ちゃん。何？たまにやってくれるネイルケアの方法を教えてほしいんだけど。え、
珍しい。どうしたの？はいはい、言いたくないのね。じゃあ簡単なケアをやってみせるから見て覚えな。姉の爪はいつも華やかで、俺はその爪を見ているといつか引っかかれるんじゃないかとヒヤヒヤしてしまう。でもそんなことするはずないんだよな。だってこの人はこの手でたくさんの人の爪をきれいにしてるんだから。きれいなものが見えるところにあると上がるじゃん。ねえ、ん？どうして俺のことジミーって呼ぶの？え？私が好きな海外の歌手のジミーに声が似てるからだけど。え？何よ？俺がジミーだからじゃないの？はあ？違うわよ。ジミーって言ったらジミーでしょ？そっか。似てるかな？似てる。断言した？だからさ、ついつい構っちゃうんだよね。声聞きたくて。そうだったんだ。俺は長年抱えていたコンプレックスが少しだけ解けていくように感じた。豊田さんに感謝だな。そのためにもネイルケアをちゃんと覚えなきゃ。それから数日後、元気になった豊田さんが学校にやってきた。俺は早速ネイルケアをさせてもらうことにした。あだ名のことを姉に聞いてみたんですけど。お姉さん、なんて言ってた？歌手のジミーに声が似てるとか言ってて、地味だからって理由じゃありませんでした。やっぱり。え、豊田さん気がついてたんですか？もちろん。川地くんが自己紹介した時からジミーみたいな声だなって思ってた。そうだったんですか。俺の自己紹介聞いててくれたんだ。え？あ、すみません、つい力入っちゃって。大丈夫だから。なんだ、二人いい感じじゃん。でしょ。川地、ラブと話してても緊張しなくなった？あ、うん。でもやっぱり豊田さんは可愛いからちょっとドキドキしちゃうかな。おい、見ろよ、ラブが真っ赤になってる。うるさい、見るな。豊田さん、できましたよ。ありがとう。すごい、綺麗。ありがとう、川地くん。ねえねえ、私にもやって。あ、はい、俺なんかでよければ。やった。あ、ごめんね、ラブ。別にいいし。あ、でも。え？私のいないところで他の女子と二人きりになっちゃ嫌だからね。え、あ、はい。うわ、ラブマジじゃん。川地くん、ラブのことよろしくね。え、よろしくって。ああ、そうか。はい、豊田さんの爪は俺が守ります。そういう意味で受け取ったか。ラブ、頑張れ。もうからかわないでよ。豊田さんと話すようになってからはクラスメートとも仲良くなることができた。みんなのノリにはまだついていけないけど、そんな俺もみんなは受け入れてくれている。学校に来るのが楽しみになるなんて入学当初は思いもしなかったな。ねえ、川地くん。豊田さん、どうしました？あのさ、今日うち来ない？川地くんにお世話になりっぱなしだからお礼されてほしいの。え？俺はお礼をしてもらうほどのことはしてないと言ったものの、どうしてもと言われて彼女の家にお邪魔させてもらった。すると豊田さんは制服の上からエプロンをつけ始め。
ちょっと待っててね。それからものの30分ほどでテーブルの上は彼女の手料理でいっぱいになっていた。すごい。わかりやすく家庭的アピしてみましたね。食べて食べて。いただきます。おいしい。やった、嬉しい。お料理上手なんですね。そういう女の子ってどうかな。そんなに近づかれたら離れてください。なんでよ。なんでって、キスしちゃいそうな距離じゃないですか。キス?すみません。俺。食べよっか。今日は本当にごちそうさまでした。とても美味しかったです。よかった。下まで送るよ。大丈夫ですよ。いいからいいから。川地君とちょっとでも一緒にいたいし。そんなこと言われたら余計にドキドキしてしまう。あのさっきの話なんだけど。さっき?私川地君とならキスしてもいいなって思ってるんだけど、川地君的にはどう？そんなのもちろん。あとここまでで大丈夫です。うん、気をつけて帰ってね。はい。俺は無我夢中で家まで走って帰った。その間頭の中は豊田さんのことでいっぱいで、リビングに姉がいるのを見て思わず叫んでしまった。姉ちゃん。何よ。俺のことかっこよくしてくれない？何？もしかして好きな子できたの？うん。やだ、いいじゃんいいじゃん。よし、姉ちゃんに任せておきなさい。おはよう。川地君だよね。ああ、イメチェンじゃん。似合ってるぞ。ありがとう。めちゃくちゃかっこいい。自分でやったの？うん。姉にやってもらったんだ。ネイリストのお姉さんか。っていうか、マジかっこいい。いいじゃん、いいじゃん。なあ、ラブ。うん。っていうか、みんな見すぎ。川地くん、かっこよすぎて私心配になっちゃった。ほら、めっちゃドキドキしてる。豊田さんの胸が当たってる。おいラブ、川地が放心してるぞ。どうしたの川地くん？その後のことはあんまり覚えていない。気がつくと授業はすべて終わり、放課後になっていた。川地くん、一緒に帰ろ。うん。あのさ、川地くん。はい。今の髪型、気に入ってる？はい。そっか、よかった。私のノリに合わせてくれてるのかなって思ったから。自意識過剰すぎだね。いや、違いますよ。そっか。でも豊田さんが一緒にいて楽しい男になりたいって思ってます。川地くん、あのね、私川地くんと一緒にいるのすごく楽しいよ。よかった。これからも
一緒にいてくれないかな。できれば彼氏として。はい。やった、川路くん超好きだよ。俺も好きです。この日から俺と豊田さんは付き合い始めた。そのきっかけとなったネイル系は今でも続けていて、彼女の爪は今日もキラキラしている。それを見る彼女の嬉しそうな顔を見ると俺まで嬉しくなってしまうのだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。